えー、今日は、えー、中学1年生の書者の課題の一つになっている「永遠」を書きたいと思います。で小学校では、えー、会所しかやっていないんですが中学校に上がったとたん会所とそれプラス業所も入ってきますね。で、あのーまあ、いきなり「会所から業所」っていうと。 あのどう筆を使っていいんだかわからないどう崩していいのかわからないっていうことが多いので今日はあの比較的書に近い行書で、えー、書いいいでてみたいと思います半紙2、えー、文字の作品なので真ん中半分に折らせていただきます。 でこの分鎮を使うとちょうど、えー、中心がここで、えー、分かりやすいんですがちょっと永遠の「A という字の,の点がちょっとあのぶつかって書きづらいかなって思いますので、えー、ちょっとこの2つに分かれた分賃使わせていただきたいと思いますでちょっと、えー、中心線だだけ軽く折らせていただきます。 ではポイントの説明の方させていただきますはい、行、え、書、ー、も、えー、会社の時と同じで筆が紙についた時は、えー、左斜め45度の方向を向いているように書きましょう筆の先がポンと押さえた時左斜め45度の方向を向いてますね この方向で書きます。で、えー、行書は楷書と違って、えー、筆の入るところ、紙質ですね。入るところ、解、えー、書はカチッカチッと入れますが、そっと優しく入れていきます。で、優しく入れることで、えー、この線が柔らかく柔らかい線になるので、少し行書というのは解書よりも丸みのある、えー、書体になっています。 で会所よりも少し早く書けるという特徴もありますね。で優しく入れてあります。すねこう入れたのがあと行書は会所ももちろん字の流れすごく大事なんですが、ただ行書と違って続けて書くことはしませんね。でも行書の場合は続けて書いたりすることができますので、すごく字の流れというのが特にまた大事になってきます。 を入れて、で跳ねで、えー、こう凝縮になってもこの跳ねる、この跳ねた時のこの空いた空間、明るく見せてあげましょう。えー、90度もしくは90度ほど開かなくても構いませんが、ここ中は明るく見せるというのは、えー、意識して書いてあげましょう。で、こう来たのがポンと入れる。で、ここも軽くポンと押さえて左にスーッと払う。 でえー「ポンポン」って言ってるんですが「ポンと入れましょうポンと入れましょう」と言ってるんですが「ポン」って言われてもわからないですよねどのぐらいの「ポン」なのかっていうのがわからないと思うんですがえ楷、ー、よりは、えー、少し柔らかめ優しめ,優しめに入れるという意味の「ポン」っていう意味だというふうに、えー、受け取っていただけたらなと思います。 最初だとこういうところも、カチッと入れて横って持っていきますが、ポンと入れてスッと持っていく。そういった意味の、えー、少し柔らかく優しく入れますよという意味のポンだと思っていてください。はい、あとこっちの左払い。えー、今日はポンと入れて、ここ軽く押さえて左にスッと払ったんですが、こういう書き方もありますし、あとは、 こう入れてちょっと上に跳ねるというこういう書き方もあります。でこの跳ねるというのはこうきて跳ねたのがここに行きたいここに行きたいための跳ねです。こうですね。これはどちらでもいいかと思います。ですねこういうところも優しく入れます。こうこう来たのが こう入りますね。で、こういう右払いも、えー、なかなかこうさあの業者の右払いのようにこう優しくというのもはいきなり会社をやって会社しかやっていなかったのに柔らかい右払いと言われてもちょっと難しいかと思います。でも今業者を書いてるんだなっていうのを頭に置いて、あ少し柔らかめだよな。 業所だよなっていうのを意識しながら書いていれば最初は会所と同じような右払いになっていても何度も何度も練習していけば自然と柔らかい右払い書けるように必ずなりますなので、えー、小学校の書写書道ですね「あの英字八方」っていうあの動画の方も撮らせていただいているので下の方に貼っておきますが「えー、英字八方」の筆使いとか小学校の時の書写書道の会所の 書き方がしっかり身についていれば、えー、中学校に上がって行書になって、最初、書き方がわからないとしても、しっかり小学校での書写書道が身についていると、行、え、書、ー、も徐々に、えー、できてくるんですね。外形がしっかり書けるようになった状態でになっているので、そこから柔らかい筆使いをにあのだんだん,だ,んだんだんしていくだけの、 なのでしていくだけのことといってもまああの簡単に言ってますがあの練習あるのみなんですがなのでえ何を言いたいかというとそのぐらいあの小学校の書写書道で身につけたものえ英字八方の筆使い基本的な筆使いっていうのがどのぐらい大事かっていうのがまた中学校での行書の方でも生かされてきますのでもしあの小学校であまりちょっとあのちゃんとやらなかったかなでも。 しっかり中学校でも書きたいなってもし思われているお子さんもしいらっしゃったとしたら全然遅くないです。今からでも全然遅くないので、また基本に戻って、ええ楷書の英字発泡とか筆の使い方しっかり見直してみて、それからまた行書にもチャレンジしていくっていうのも全然あの間に合いますので大丈夫です。行書は柔らかく書く、柔らかい筆使いというのを意識して書いてみてください。 はい次円ですねとこれも、えー、筆使いは円、えー、の時と同じですね筆の入り柔らかく入れますここだけ見てると会社とほとんど変わらないんですがこういった筆の入り方優しく入れていますカチッカチッと入れているわけではないのでそういうところ今業所だよなっていうのを意識してそのポンっていうのも 本当に難しいこの筆圧なんですが、えーまあ、書いていくうちになんとなく行書らしい横線行書らしい縦線描けるように必ずなっていきます。で「えー、会書」の時はここ「口」こう来たのがこれが会書の「口」でしたね。で「行書」になるとこう来てこう来たのが横に来ます。 こうですね。会所から業所に変わりますね。で、ここあちょっと滲んでしまいましたが、こうきたのこうきてここはねてます。こうきてこのねというのはここに行くためのねです。で、柔らかく入れます。こういうところも柔らかく入れます。持ってってあげます。 の点,心尿の点は少しし高い位置に入れましょうでこことここの間必ず空間空けてあげてくださいでこっからはリズムですねこうきてここもポンと優しくグッと入れずに優しく入れて軽く止めてここまではグーッというご自身のリズムポンと押さえてここ全部同じ太さではないですよね 腕を動かかしててきます。こうやって書かずにでお手本がぐにゃぐにゃってなってるからこうきてぐにゃぐにゃっと書くのではなくご自身のリズム絶対あります押さえてうんポンと押さえてだんだん細くなってまた力を入れていってというこのリズム、えー、小学校でもやったと思いますこのリズムまた思い出してみてくださいで最後 決めたいですねポッと入れて少し上がっ右に上がってグーっときて右にスーッと払うこれも、えー、会社の時の診療の払い方でも最初はいいですカチッとなってもいいです、えー、でもそれができればあ、今行書だよな行書書いてるなっていうのが、えー、を意識して書いていれば徐々に徐々に、えー、優しい筆使い行書らしい線に必ず なっていきますので、基本をぜひ忘れずに、えー、会社の基本を忘れないで、そこから今業所をやっているという意識忘れないで、ぜひ書いていただけたらなと思います。はい、いきなりね会社から業所あのー、ハードルちょっと高いですが。えー 筆のののの持ち方方とととか、筆の動か筆筆動し方というのは解消の時と同じです。えー、筆を持って筆を立てて持って腕が動くから筆が動くそして行書を書いてるという意識柔らかい筆使い少し丸みのある字に会場よりは丸みのある字になるんだなっていうのをえ少し意識しながら書かれると、えー、最初は会消。 ほととんど会と変わらなないいじゃないっていう書き方だったとしてもだん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 必ず柔らかい線書けるようになりますので是非頑張って書いてみてください。